今日はお見合い企画。いつも YouTube 見てます。ハートって。俺の子見たいですけど。え？でそっから返してない。でかっ。なんですか？話してくる。何がだよ。お疲れ様です。です。オペラ目指してるんじゃなかったっけ？そうか。行こうか。でーす。こんな感じ。いい感じですね。あれ、やんなくていいですか？何？なーら今日何？はい今日何？今日は前のあの、なんだっけ恋愛…見合い企画あれやったじゃないですか。うん結果というか、今どうなってるのかなっていう。そうですね、途中経過を聞いて、そうそうそう今日インスタは出ろくるよ。マジですか？フォロー、まあ、メッセージも来るか。ちょっと見せてください。何かメッセージやり取りしてるんですか？おるよ。いい感じなんですか？いい感じ。俺ちょっと返してない。最近忙しくて返せんかったんだけどさ。これどうする？それ見せてもらってもいいですか？ちょっと解説してください。いや、多分フォロー。これ名前もいいんですか？もう全部一応モザイクの方がいいですね。ああ、まあモザイクの方がいいか。個人情報だもん。個人情報です。フォローしました。いつも一応見てます。もうハートついてるじゃないですか。ハートだね。いきなり？うん。俺も多分大好きだよ。なんか素っ気なくないですか？最初はね。ありがとうございます。最初はね。びっくり2個。ん？翔くんがありがとうございます。びっくり2個。相手はいつも YouTube 見てます。ハートってついてます。へえ。彼女募集の企画ってまだやられてるんですか？その他人事なんですか？何が？やってると思いますよ。じゃあ普通だよ。応募したいなって思ってたんですけど、顔出しとかは怖いので爆速くんに直接送っちゃいました。ここからちょっと俺はね絵文字使い始めてますね。ちょっと嬉しい、釣られます、ね、嬉しいです。あんま怖くない。さすがに YouTube は恥ずかしいから見たくないです。爆速くんめっちゃ可愛いと思います。可愛いよ。嬉しい。可愛いって言われてる。爆速くんが可愛い。そう、可愛いって言われる。地元でもさ、地元ってかさ、なんか お姉さんに可愛いって言われる。え、年上なんですかこの人？いや、年は聞いてない。私聞いてないですか？聞いてない。そこ重要じゃなかったですか？確か何でしたっけ、あの年上で、はい、お姉さん系で、お姉さん系でイエローみたいな感じでしたっけ。ミノトクの方ですか？えで、そっから返してない。だから月曜日から。やばいっす、やばいっす、やばいっす。ちょっとそれじゃないです。ミノトクの方ですか？からもう返信してないんですか？ちょっと忙しかった。めちゃくちゃかわいそうじゃないですか。こういうことを分かってくれるものじゃないと俺も無理だし。ああ、そういうことですか。そうえ、これで例えば追いメッセージみたいなのをしてくる子とかいるじゃないですか。あ、うん、あ、それ聞いてるみたいな。重すぎると嫌だ。わ、嫌なんですか、それ。嫌だ、嫌だ。え、こうやってじゃあけなげに待ってくれる方がいいですか？そう。いや、これ返してあげた方がいいですよ。これ返した方がいい。それなんで返さないんですか？じゃあ、メッセージ見んもん。最初の方はさ、やっぱ、あ、可愛いなと思ったけど、なんかそれがなんかどんどん薄れていく、薄れていくっていうか。え？じゃあこれ、僕知ってますよ。僕の予想だと。なんだ？これあれですよね。こんだけやり取りして、まあ、もうこいつはゲットしたなと思ったんですよ。ちぃ、そういうの。いや、もう絶対僕そうだと思います。で、なるほど、なるほど。まだ分かってねえな。いや、これはもう逃げないから。まだ分かってねえな。あ、まあ自分のペースで言っても問題ない。そうそうそう。女らは冷めるのが一瞬なんだよ。知っとる？男はなんか、はい、別れたとしても未練たらたらなんだけど、はい、女の子は一瞬だからね、それは。そうなんですか？そう。そうなのかな？そうだ。でも切り替えは早いかもね。そう。まあ行ってみればいいじゃないですか。行く？行った方がいいですよ。行くわ、じゃあ。じゃあまず年齢聞いた方がいいです、多分。あ、確かに。聞くじゃん。それはもう返信するの？何歳なんですか？え、ガン無視っすか、これ。あ、そう。寂しい思いさせてごめんねにしましょう。寂しいわ、ちょっと嫌だわ。プライドがあるね。仕事、そっか。あんま甘えないんですか？甘えるよ。軽っ。いや、これも悲しみますよ。いや、いいよ。ごめんねって言ってます。マジで。ごめんねーは一番いい。伸ばし棒だけ。適当じゃない。適当じゃないよ。これはやばいですよ。やばいかな。いや、絶対ですよ。もう既読ついてるじゃないですか。本当だ。ずっと待っとったんですよ、多分。前傾姿勢で。それはマジかわいそう。マジかわいそう。それはキモい。それはちょっとキモい、ごめん。ずっと待っとるのはさ、うん、
キモいって言い方し、あ、入力中来たね。あ、ちょっと怒っとる、びっくりマークだもん。ほんとっすね。27歳です。27歳って思う。いいね。ベスト。あれも聞けばいいじゃないですか。何？どれくらいあるんですか？ね？いいね。よくないですよ。マジ聞くんですか？だってこれから絡む以上さ、やっぱ分かることじゃん、遊んだら。まあ確かに。胸の張りとかでさ。おっぱい、おっぱいって言うんですか？胸にしよう。バストはとかじゃなくて胸、いきなりすいません。いや見ますよね、でもこの動画も。てんてんてん、ちょっと申し訳なさそうかも。出す胸は、胸は何かですか？胸の大きさ聞くんですか？聞いちゃった。これ嫌われてません？あ、でかっ。何ですか？F。 やっばでかっ。ちょっとこれどうしよう、ちょっとマジこれちょっと俺行くわ。ちょっとちょ、行くわ行くわ。やめろお前、やめろ、やめろ、買ってきた。やめろやめろやめろ、おい話してくれ。何がだ、ちょっと立ちそうなんだよ。やめろ。やばいっす、やばい。投稿、俺がやばいって。投稿サイトが違います、これ。知っとるよ、 YouTube じゃん。まあ、こんなん見られてお前倒産見とんだねな、俺。ベラ恥ずかしいが。立ってねえよ、見ろ。立ってねえよ。 やばいっす。なんて返したんですか？ F です。え、F です。そんなになんかちょっと気持ち悪いんだけど。え、マジ送ったんすか？マジ。じゃあでもこういうのはさ、面白い子もやっぱ面白い、惹かれるじゃん。でも中学校と言ったら面白い子とかモテたじゃん。はい、ムードメーカーみたいな。はい、あ、女の子ですか？そうそうそう、だから動画とは違うキャラをやっぱ出さないと。え、これちょっと、いや、結構動画通りじゃないですか。そう、え、そんなに。あ、来ましたよ。でかいの嫌ですか？いやもう何も。いやもう何も。いや、めちゃくちゃお腹痛い。え、マジですか？え、思い出したかのように。何思い出したかのように。いやもう何も、最高ですよ。ハートてか、ご飯いつ行きます？無視したくせに。いいじゃん。いかんね、ちょっと俺の素が、無理に決めたってことじゃん。俺の素が公開されるやん、これ。よかったです。今週はどうですか？そうそうそう、今週は偉いな、ちょっと予定が、仕事と俺のせん。来週の頭と会計聞きます。ですか？ちなみに、ちなみにちなみに身長と、やばいやん、やばいですね。2がちなみにがいいですね。体型、胸以外の体型、いや大事っすね。教えてほしいです。あった時爪やばいなっちゃうからです。なんか聞かれてもないのに言い訳言ってます。その身長と体型聞いてるんですけど、なんか聞かれてもないのに、なんか理由言ってますね。来ましたね。周りからは細めてます。細いんだ、いいね。なんか恥ずかしいです。まあ細いんだ、身長いいや。ご飯スルーされてますね。いい、バレたんじゃないですか？大丈夫大丈夫。本当に細かったのに、 F カップと聞いた途端。てかこれあれですか、あの足場半チャンネル撮った時の一問一答の時、うん、おい編集してて、うん、なんかずっと携帯見とった。あー、そうだね。じゃないですか、まさかの。知らん。あ、絶対そうだ。そう、既読が早いな。お寿司か。寿司が食べてます。もうちょっと見せれんよ。え、鳥見えだろ。ちょ、だって
ね、どこ行くってなったってお前ら絶対撮影しに来るだろ。言われてました。絶対来るって。もうお寿司屋さんだけ教えてくださいよ。じゃ無理だって。どこのお寿司屋さんかだけ。それは教えん。あと日にちと時間。爆速の休日撮りましょうよ。それで。じゃあ僕言っときましょうか。ダメだって。そうなの。とりあえずちょっともう切るね。はい。あ、画面ロックですか。うん。もういい。切るよ。はい。わかりました。まあ確かに。停止するよ。はい。まあ、確かに。プライバシーちゃプライバシー。はい、満足。よかったですね。初めてこんな1週間で2回も満足できたじゃないですか。そうだね。ああ確かに。じゃあもうこれで終わりだね。このそういう企画は。はい。もうお見合い企画終わり。まだまだ。何がまだなの。無理だって。これからが本番じゃないですか。え、じゃあ、他にもいるんですかね、メッセージして。おるよ。あ、まだまだじゃん。候補1みたいな感じですか。うわ、まあ、お見合い企画ですよ。ああ、そうなんだ。じゃあおるんだけど、もうなんか見てます、ありがとうございますって言ったら帰ってこの子とかさ。ああ、その子ぐらいですか。じゃあもうね、もう帰ってください。出ますか、今から。え、電話とかするんですか。電話は、好きな子にはしちゃう。今の子には。いや、とりあえず番号聞いてないからね。あ、できるんじゃないですか。あ、できるの。はい、できます、できます。ちょっと夜するわ。あ、マジですか、行きます。ちょっと行かんわ。邪魔すんな、お前。いいじゃないですか。ちょっとね。ダメ、マジダメ。マジダメ。マジ譲れん。それはダメ。ワイフですね。F だもん。僕もフォローしていいですか。ダメだって。もう支援って、あ、お前知っとるか、名前見たら分かるか。そうですね。ダメだ、はい、ダメダメ。いかん。でもこの動画見て、リュウジ君とかフォローしそうじゃない。あー。ね、いや、でも分かんないです、絶対。あの、特定されないようにはします。あ、そう。あ、じゃあいいや。俺だけのもんね。リュウジ君に送っておきます。おい。カンタ君と。いい、全部。二人の嫁に作るね。でも僕らが来なかったら返信しなかったし。そうだね。確かに。まあでも1は仕事だからね。女より仕事だから。偉いです。とか言うけど F カップだからちょっと迷うもんな。来週どっか休もうかな。木曜日とか空いてるもんな。ちょっと早めに終わらせたらいいんですか、仕事。いや、もう休みたい。休みたい。休み。で、服とか買いに行って。ああ。ついてきますね。ダメ。絶対ダメ。本当にダメな顔します。もうお前の蔵見た瞬間もうダメだな。逃げる。ちょっとじゃあまた結果お願いします。ういあれやこれやの登録お願いします。マッチングサイト、そうっす、翔くんと、あ、そうっす、翔くんと女の子を結ぶマッチングサイトと職人のあれね。言わんでいいの。いや、お願いします。もうめっちゃ俺忘れたと、あと、なんだっけ、あの求人道場、求人道場と、あの塗装したい人と、これはあの業界に一石を投じるほどの素晴らしいサイトとなっておりますので。ボーリなんですよね、他のサイトは。ボーリ、あのマッチングサイトは、あの他の塗装のマッチングサイトはボーリなんですけど。ボーリって教えて。めちゃくちゃ取るんですよ、お金を。あ、そうなんだ。手数料 20% とかなんで、僕らのやつは 5% 以下に抑えようと思ってます。あ、すごいな、それは。そうです。と、翔くんと女の子です。 Tinder まだ全然足りてるんで。足りてる、足りてるってこの女の子だけじゃん、そうやって。あ、空きがいっぱいあるよってこと。そう、まあ、分かんないですもんね、付き合うか。できればその YouTube に出てほしい子。あ、そうっすよね。出れる子がいいね。プライベートは隠れて、嘘でもいいから出てほしい。え、嘘でもいいから出たら面白いじゃん。嘘でも俺のことは別に気に入ったいんだけど、はい、YouTube 出たいとか。ああ、それは面白そうっす、うん、どんだけ落とせるかっすね。てんてんてんですか。うん、てんてんてん。じゃあいい、はい、おるよ。はいはい、はい、また見てね。何言わないですか。また見てねって言って。また見てね。